そうすると何から六文字を殺すのかわからなくなるの。そういやそうだな。六文字を何から引くんだ。そのページがないな。第二の番に残されし者はとあるということは、少なくともその何かは有限の文字数なのよ。そこから六文字を抜いて残った文字で話を進めろと読み解けるわ。なのに最初に提示があるべき何かがわからないの。やっぱり文字遊びという過程が間違っているのかしら。すまんすまん、珍しく普段使わん頭を回したもんで、すっかり空腹になってしもた。やはり朝食抜きは応えるわな。夏日、ここには何かないのかね。軽食の備え程度があったはずです。用意しますね。俺も腹ペコだ。上のガキどもも腹ペコだろうよ。しかし18人分も、そして3食もここに備蓄があるのかはちょいと疑問だね。そうやな、明日まで長丁場や。一度屋敷に戻って厨房で缶詰の類でもあさった方がええかもしれんな。クラッカーとおつまみくらいしかありませんが、それでよければ準備できます。でもこの人数ではお昼の分も残らないかも。今はそれでいい。すまんが準備してくれんかね。文字遊びはあくまでも私の仮説。それが間違ってる可能性もあるわ。エヴァさん、あまり根詰めないで。ありがとう。私の勝手でやってるの放っといてくれないかしら。姉さん、私たちも朝食の準備手伝った方がよくない？じゃああんたが手伝いなさいよ。私はこれを解くので忙しいの。ごめんなさい。じゃあ私手伝ってくるわね。まったく、なんであなたはそんななの。え、この碑文を解いた人間が後宮家の家督を譲られるのよ。あなたは関係ないと初めから諦めているようだけど、もしも解ければローザにだって家督を引き継げるチャンスがある。あの兄さんから全てを奪うチャンスなのよ。どうしてその千載一遇のチャンスをあなたは真剣になって挑めないの。それは。あんたも何か気づいたことがあるんなら言いなさいよ。私やキリエさんは真剣に推理してたのに、あんたは相槌ばかりだったじゃない。ほら、何か気づいた点はないの？ほら。これ不思議よね。不思議？何が？黄金鏡っていう単語よ。何度も出てくるわよね、黄金鏡って単語。それが何よ。黄金鏡を文字分解すると何かキーワードにでもなるの？そうじゃなくて、ほらこの第10の番だけおかしいでしょ。みんな黄金鏡なのに、なぜかここだけ黄金の里なの。わざわざのが一文字混じるのよね。どうしてここだけ言い方が違うのか漠然と気になってて。その別に意味なんてないわよね。お父様のことだもの。ちょっとした言葉のあやでたまたま言い方を変えただけかもしれないしね。
つまらん。おや、何がつまらないのですか？つまらん、つまらん。はてさて、この子が何をぼやいているのかさっぱりですよ。おそらく、マダムがバトラ様に、いろいろと入れ知恵をしたのが不満なのでしょう。別に、そんなの不満ではないぞ。不甲斐ないバトラがようやくわらわに釣り合うレベルになったので、むしろ満足してるくらいだぞ。少しバトラ君と仲良くしすぎましたか。若い子同士に任せて、老人は退散した方がいいのかしら。揃いも揃って、わらを笑い物にしよって。ロノウェ、しばし姿を消せ。消えろ消えろ。かしこまりました。それではしばしのお暇をいただきます。この島に19人以上いないと言ったあの赤が、むしろあなたを追い詰めました。やっぱりな、ちょっと早いかなと思ったんだが、やっぱ早かったかな。彼をもっと瞑想させてからならともかく、全くにもって無駄な切り札でしたよ。むしろ彼を奮起させてしまいました。圧勝だったんで、ちょいと油断が過ぎたかな。ええ、油断が過ぎましたね。前回はバトラ君にとって難易度の高いゲームでしたが、どうやら今回はあなたにとって難易度の高いゲームになりそうですよ。割れた壺は決して元に戻ることはない。未練がましく欠片を拾うより、他の手を考えた方が建設的というもの。しかし、しっかり知恵をつけたバトラにどう仕掛ければよいというのか。炉の上のクッキーより、あなたが困っている顔の方がお茶菓子にぴったりですよ。バトラもお師匠様も炉の上までもわらわお茶か扱いだ。わらわは決して甘くはないというのに。せめてヒントを。おや、何のヒントですか？バトラをギャフンと言わせて、わらわを認めたくなるようなうまい指し手をズバリ教えろとは言わないから、せめてヒントだけでも。ダメですよ。私は今バトラ君の味方をしていますから、あなたに利することは教えられません。固いこと言わずにさ、弟子が困ってるというのに。師匠を超えたと散々豪語していた気がしますが。年寄りらしく老獪な知恵を一発授けてくれよ。頼むよ。バトラにばっかりずるいってよ。もう相変わらずのだだっこですね。
でも確かにちょっとバトラ君にヒントを与えすぎたかもしれませんね。あなたのお灸にはなったけど、フェアなゲームとしては少し肩入れをしすぎたかもしれない。そうであろう、そうであろう。頼むよ、お師匠様。せめて今後のヒントだけでも。ヒントだけですよ。意味は自分で考えるのですよ。うんうん、自分で考えるからさ、頼むよ。バトラをケチョンケチョンにできるやつを頼むよ、お師匠様。ではヒントだけ。イソップ寓話の北風と太陽というお話を知っていますか？もちろん。旅人のマントを奪うために北風と太陽が勝負する話であろう。そうです。乱暴かつ正確な方法が常に最善の選択肢とは限らないということです。言われなくても分かっておるわ。わらわが勝ちを焦りすぎたことはすでに反省しておる。意味はよく考えることですよ。それからバトラ君も少々誤解があったようですが、あなたにも誤解があるようです。あなたはこのゲームの勝利条件を理解していますか？バトラを屈服させることの他に何があるというの？ほら、その時点でもう間違っていますよ。わらわが何を間違えたというの？あなたの勝利はバトラ君を屈服させることではありませんよ。バトラ君にあなたという存在を認めてもらうことではありませんか？なんと、バトラにゴマをすって、わらわを魔女と認めてください、お願いしますと頼み込めというのか。愚かな。そこまでわらわは落ちぶれてはおらぬ。出しました。あとはあなたがよく考えることですよ。いずれにせよバトラ君にこれまでの手は通用しません。相当の戦略転換が必要になるでしょう。あれずとも分かっている。北風と太陽の話は何が言いたいのかさっぱりだが、とにかく方針を変えねばならぬことは分かった。お師匠様もあっと驚くような秘策を披露してみせるぞ。それは楽しみですね。バトラ君はそれにどう挑むのかしら。あなたの健闘も祈っていますよ。バトラのついでにであろう。もう投げ出して降参？そんなに眠いならお布団かぶって眠っちゃえば？あんなにもクラウスから当主の座を奪ってやりたいって夢見てきたんでしょ？そのチャンスを私の魔法が与えたのに、あなたはもう放り投げちゃうの？そうは言うけれど、この謎は本当に難解よ。知恵の輪の方がまだマシだわ。解けるってことが絶対に約束されているもの。でもこの碑文の謎は、それすらも約束されているかわからない。私は挑むだけ無駄な勝負を挑んでるのかもしれない。
よ。あなたは扉に手をかけている。さあ、それを力いっぱい開くの。そしてその扉に書かれた文字を読むのよ。力いっぱい開く。扉に書かれた文字を読む。懐かしき故郷は私たちの想像をきっと裏切らないわ。お父様が唯一懐かしむ過去は少年時代だけだもの。そうね。なら鮎の川は、それが泳ぐ川は複数あるし、お父様が住んでいた場所のすぐ近くにあったかは怪しい。鮎の生息するどの川が地図上距離的に近いかなんて話になると、急に曖昧になって特定ができなくなる。自分で言ったじゃない、水の流れる川かどうかわからないって。鮎という言葉がそんなにもややこしいなら忘れてしまえば。川で考えるの。川で。家系図という連想は悪くないわ。その要領で川から連想するものを他にも考えてみて。川じゃなくて。川じゃなかったら鮎は泳げないのに。ああ。でも、鮎が泳げるってことは、海まで繋がってるのかしら。川魚だけど。海に出るってうちの人も言ってたし。海まで。いえ、でも気づいた。でもうろ覚えなの。ここには書庫があったはず。調べれば確認できるわ。それが鮎の川なら、そして鍵は六文字の単語かもしれないなら、鍵が本当にその川に眠ってるというの。本当にわからないの？よく考えて。私たちは下手に頭がいいから発想が固いのよ。気分の謎なんて大層に考えないで、子供の謎謎だと思って。男なんていくつになったって子供なの。お父様が老境に差し掛かったとしても、心の中の本質的な部分は子供と何も変わらない。お父様への畏怖を捨てるの。マリアが船の中で突然出してくるようなくだらなくて低俗な謎謎遊びだと思って。謎謎、くだらない、低俗な。私たちは多分もう答えに気づいてるわ。あとはそれが正しいか調べるだけ。さあエヴァ、誰にも気づかれないように書庫へ。あそこにはお父様の書斎から溢れ出した固い本が山積みよ。きっと私たちの疑問に答えてくれる本が見つかるわ。急いで。これが生涯で最初で最後の私たちの夢の叶うチャンス。ごめんなさい、起こしてしまいましたね。エヴァ、眠いなら無理をしなくていいぞ。お前から休みなさい。ありがとう。ちょっとお化粧室に行って顔を洗ってくるわね。無理をせんと休んだ方がいいで。また体に触るで。本当に大丈夫だったばすぐ戻るわね。